そういったディティールが凝ったものがセンスがいいかというと、そういったことではないということ。こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では春の NG ファッションベスト5というテーマで皆さんにですね、お話をしてみたいなというふうに思っています。動画を撮っている今はですね、3月の中旬なんですけども、最近はですね、暖かい日が多いんですね。ですので衣替えをしている方もいらっしゃると思いますし、まだですね、秋冬のお洋服をそのまま着ている方もいらっしゃるかなと思うんですが、最近のですね、街にあふれる男性を観察しながら、このファッションはやらない方がいいんだよなというものをですね、具体的に5つですね、挙げてみましたので、ぜひ皆さんもご自身のファッションを見返したいですとか、こういった風にすればより良くなるんだなということを、今回の動画からですね、気づいていただければなというふうに思っています。まあ、なかなかですね、自分自身のファッションのどの部分に問題があるのか、これは分かりづらいかなと思うので、ぜひ今回の動画を参考にしていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしてますので、よかったらそちらの方もこちらの動画の下のですね、説明欄にリンクを貼っておきますので、チェックをしていただければなと思っています。それでは早速いってみましょう。はい、ということでまず一つ目の項目なんですが、洋服の素材がですね、冬っぽい。これがですね、結構よくある例なんですね。今は3月なんですけども、この時期だと結構季節の移り変わりで、本格的な衣替えをしてない方も結構少なくないかなと思うんですね。ですので3月、4月であってもダウンを着たいだとか、あとはウールの起毛感のあるですね、コートを着ていたいだとか、あとは素材で言うと、コーデュロイを使ったものをですね、着てる方も結構少なくないんですね。これらのアイテムというのは、やはりですね、春のイメージというよりは、秋冬のイメージが強いので、こういったものをですね、3月、4月に着てると、どうしても季節ですとか、雰囲気には合わないんですね。ですので、こちらの動画を見ていただいている皆さんには、一応ですね、季節に合った素材使いというところを意識してもらえるといいかなと思っています。例えば、シンプルな丸首のニットであっても、秋冬と春夏で素材感って変わるんですね。秋冬であればウール素材のものが中心になりますが、春夏になるとコットン系のニットがですね、主軸になってくるわけですね。厚みも変わってきますし、あとは表面の質感も変わってくるので、やはりおしゃれな方というのは季節に合わせた素材使いというところができるので、ニットにおいてもですね、素材感を変えたりするんですね。あとはコートの素材感もそうですね。ウールのチェスターコート、これは秋冬の定番なんですけども、まあ、春夏になればコットン系ですとか、あとは河川系のコートですね。こういったものを使いながら素材の風合いを変えていくんですね。まあ、こういった点を意識できるようになると自然とですね、おしゃれな雰囲気は漂いやすいかなと思うので、ぜひですね、洋服の素材感というところも皆さんにはチェックをしていただければなというふうに思っています。この素材感というところをですね、一度頭の中に入れると、街でいろんな方を見ている中で、あ、この人は春っぽい素材感を使ってるなとか、一方でこの人はおしゃれなんだけども、なんか秋冬っぽい素材感だなっていうのが見分けられるようになるかなと思うんですね。ここはちょっとした知識次第で全然見え方が違うかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて2つ目の項目なんですが、これはですね、色使いなんですね。秋冬と春夏で色使いって明らかに変わってくるかなと思うんですね。秋冬であればネイビーですとか、ブラックですとか、ダークグレーですとか、こういった重めのカラーが多くなってくるかなと思うんですが、春夏に切り替えることで、やはりですね、着こなしの中にもう少し明るい色が入った方が、僕はバランスがいいのかなというふうに思っています。例えばホワイトですとか、オフホワイトですとか、そういった明るめのニットですとか、あとはコートであればネイビーとかブラックではなくてベージュのステンカラーコートだとか、あとはボトムスにですね、アイボリーだとかホワイトを取り入れてみるだとか、このように着こなしの中に1点でもいいので明るい色を取り入れていく。こうすることでだいぶですね、春らしい色使いになるかなと思うんですね。それが先ほどもお伝えした通り、素材感も冬っぽくて、なおかつ色も重たいとですね、やはり春夏の雰囲気とはなかなか合わないんですね。ですので、皆さんが持っているお洋服の中に黒ですとかネイビーが多かった場合は、
春らしい色合いのものを一点だけでもいいので必ず加えるようにしていただきたいんですね。なかなかアウター系で色を使うのが難しいという場合は、その内側に着る T シャツですとかニットですとか、そういったインナー系で色を取り入れると結構バランスがいいかなと思うので、ぜひですね、春夏に適した色使いというところを意識してもらえるといいかなと思っています。とは言っても必ずしもですね、モノトーンだとかブラックを中心とした色使いが NG というわけではなくて、意図した上でこういった色をですね使うのであれば全然 OK なんですね。僕が NG だと思うのは、特に意図がないままなんとなくいつも通りのカラーでブラックですとかネイビーですとかグレーを選んでしまうということで、まあそういった色合いが好きな方であれば、全身の中で1点だけでもいいので明るい色というものを取り入れていただければなというふうに思っています。はい、続いて3点目の項目なんですが、これはですね、春夏になると結構たくさんの方が着がちなので、ぜひ皆さんにも注意をしていただきたいんですが、半丈のシャツですとかボトムス、これはですね避けておいた方が僕はいいのかなというふうに思っています。まあ、例えばシャツに関してはちょうど腕の関節よりもやや長いぐらいのもの、これぐらいの丈のものがですね結構多かったりするんですね。まあ、確かに春夏になると暑いので長袖のシャツを腕まくりしたりすることは多いんですけども、それが最初から七分丈になっているものは便利そうには思えるんですが、意外とですね賛否両論があって、ファッションが好きな方だとか女性からの評判が良くなかったりするんですね。それだったら長袖シャツをですね腕まくりした方が僕はですねバランスがいいかなと思うので、七分丈のシャツはですね避けておいた方がいいかなと思っています。そしてこのような七分丈のシャツというのは結構ですね、細部にいろんなポイントがあるものが多くて、例えばボタンの色がカラフルになっていたりだとか、あとは裏地がチェック柄になっていたりだとか、こういったものが意外と多かったりするんですね。パッと見でこういったディティールっておしゃれに見えるかもしれないんですが、どうしても子供っぽく見えますし、頑張っておしゃれしてるよっていう感じが伝わってしまうのはあまり素敵に見えないので、このようなシャツというのはできれば避けておいた方が僕は間違いがないのかなというふうに思っています。あとはボトムスに関してもそうなんですが、七分丈だとかそれよりももうちょっと短いですね、六分丈ぐらいのパンツもですね、特に春だとか夏には多くなってくるんですけども、これはめちゃくちゃ危険なんですね。パンツの丈の長さにもトレンドというものがあって、ちょっと前まではやや短めのものというのがトレンドだったんですね。例えば足首がしっかり見えるような八分丈ぐらいのパンツが流行ってた時もあったんですが、最近ではそこまで短いものというのはちょっとですねやりすぎ感があるんですね。まあそれでもですね、やや短めというのが絶対 NG というわけではなくて、靴とボトムスの間に少しだけ空間ができるぐらい、これぐらいであれば僕は問題がないかなと思うんですが、がっつり素肌が見えるぐらいだとちょっと今っぽい感じがしないので、そういった部分を加味すると七分丈だとか六分丈だとかなり肌が見えてしまうので、すごくですねバランスが良くなくて今のトレンドとは乖離してしまうので、こういったボトムスはですねできれば避けておいた方がいいのかなと思っています。そしてこういったボトムスにありがちなのは、これまた裏地がチェックになっていたりだとか、ディテールにですね凝った部分が満載だったりするんですね。確かにこういったものって売れやすいんですよ。というのもベーシックなボトムスって特徴がないので、お店に行ってもですね皆さんの視界に入らないんですね。その一方でシャツもですねボタンの色がちょっと変わっていたりだとか、裏地がチェックになっていたりだとか、こういったディティールに一工夫してあるものの方が視界に飛び込みやすいですし、パッと見はおしゃれそうに感じられるわけなんですね。ですのでこういったものの方が実は圧倒的に売りやすかったりするんですよね。ですのでそういったディティールが凝ったものがセンスがいいかというと、そういったことではないということ、そのような点はですね皆さんの頭の片隅に置いていただければなと思っています。意外とですね着た時にセンスよく見えるものはそういった分かりやすいものではなくて、もっとベーシックで普通なもの、そういったものの方がバランスがよく見えたりするんですね。あくまで1点のアイテムの個性だけでおしゃれに見せようというのではなくて、全体のバランスを考えるということが大切なので、ここはですねぜひ皆さんの頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて4点目のファッションなんですけども、こちらのイラストのような深めの V ネック T シャツにネックレスという組み合わせですね。これまたですね NG ファッションとして皆さんにはぜひ覚えておいていただきたいなと思っています。いくつかの要素が重なり合ってるわけなんですが、まずはですねタイトめな T シャツでなおかつ V ネックというのはですねかなり昔のトレンドだと思った方がいいかなと思っています。
まあ、僕たちのような30代40代の世代だと、ファッションに関心があった20代の頃にまさにですね、こういった細身の V ネック T シャツみたいなものが流行っていたんですね。ですので、その時からファッションが止まっている方は、未だにですね、細身一辺倒だとか、あとは少しセクシーな方向のファッションにこだわっている方も多かったりするんですね。まあ僕の動画の中では、T シャツだとかニットに関しては、V ネックよりも圧倒的に丸首をですね、お勧めすることが多いかなと思うんですね。これはなぜかというと、時代の流れというものがあって、セクシーでシャープさをですね、追い求めていたのが、今から10年ぐらい前のファッションだったんですが、最近はですね、そういった部分よりも、むしろベーシックで、あまりですね、セクシーさというものを強調しないファッションの方が、割と主軸になってるんですね。ですので、そういった時代の背景の中で、深めの V ネック T シャツは避けておいた方がいいアイテムなのかなと思っています。そしてもう一つですね、ネックレスというアイテムが激ムズなんですね。これまたですね、僕ら世代は意外と好きなアイテムなんですね。10代、20代の頃にロックミュージシャンがですね、ネックレスをしていたりだとか、アクセサリーを割と多用していたのを見ていたので、割とですね、そういったアイテムに対して憧れだとか、こういったものをつけているとおしゃれに見えるんじゃないかというようなイメージを持っている方もですね、少なくないんですね。ただそこら辺もですね、時代の流れ的にはなかなか難しくて、今ですね、センスのいい人でネックレスを使用している方は僕はほとんど見ないですね。まあアクセサリーというものにもトレンドがあって、今はですね、ゴテゴテとしたシルバーのアクセサリーとかはそんなに流行らなくて、シンプルな作りのものが多いですし、なおかつネックレスみたいなものにはですね、賛否両論があるので、こういったものは僕たち大人世代は避けておいた方がいいのかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目の NG ファッションなんですが、これはちょっと意外性があるかなと思うんですが、ベーシックなブルージーンズとベージュのチノパン、これをですね、数年間買い替えしないままずっと履いてるというのもですね、NG になりがちかなというふうに思っています。ブルージーンズですとかベージュのチノパンっていうのはメンズファッションにおける定番的なアイテムではあるんですけども、だからといってそれをですね、数年間履いてるとやっぱり古臭さみたいなものが漂ってしまうんですね。まあベーシックなアイテムであっても年々少しずつアップデートが繰り返されていくわけなので、意外とですね、3、4年経つと古臭く見えてしまうということも少なくないんですね。例えばベーシックなアイテムが豊富なユニクロであっても、結構ですね、ちょっとしたアップデートを繰り返しているので、久々に定番的なアイテムを買い替えてみると全然雰囲気が変わっているということも少なくないんですね。例えばシルエットに関しても、細身のものが全盛期のものからビッグシルエットのものが流行って、ビッグシルエットがちょっとやりすぎかなと感じている方がややゆったりめのものを取り入れて、このようにサイズ感っていうものもですね、時代によって緩やかに変化をしますし、あとは丈の長さみたいなものも結構変わっていくんですね。先ほども少し触れましたが、七分丈のパンツが流行っていた時代もあれば、タイトなジーンズをそうですね、クシュクシュっとしながら履くようなことがあった時代もありますし、最近であればノークッションにしたいだとか、一周回ってあえてですね、裾を長めにする人も出てきたりだとか、このあたりの裾の長さにもですね、結構トレンドみたいなものがあるので、ベーシックなジーンズだとかチノパンであれば、昔のままでもそのまま着れるでしょという考え方は、僕は避けておいた方がいいかなと思っています。これはですね、何もジーンズですとかチノパンだけに限らず、様々なアイテムにも言えることで、スーツだとかジャケットだとかシャツだとか、そういったベーシックなアイテムの中にもトレンド感というものはですね、確実に含まれていて、それは少しずつ変化していくものなので、ぜひ皆さんにもですね、ベーシックなものであっても、まあ3、4年というところを一つの区切りとしてアップデートするというところもですね、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。まあブルージーンズであれば細身のものというところは今でも変わらずに人気ではあるんですが、その長さに関してはハーフクッションぐらいがバランスがいいかなと思いますし、チノパンに関してもですね、裾がダボダボになっている方もいらっしゃるかなと思うんですが、こちらもですね、なるべくノークッションだとかハーフクッションぐらいにして、まあシルエットに関しても細すぎず太すぎずテーパードが効いてあるようなもの、こういったものを選んでもらった方がバランスがいいかと思いますので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では春の NG ファッションベスト5というテーマでお話をさせていただきました。この中でですね、いくつか該当するものがあるという方はですね、この際にですね、ぜひですね、断捨離をして新しいものと入れ替えをしていただけるとバランスがいいかなと思っています。まあ、今回の動画の中で僕が一番伝えたいことというのは、ファッションというのは緩やかに変化をしているということなんですね。
ですので僕たち世代が20代の頃に親しんでいたファッションっていうのは今ではですね確実に変化をしていて、そのスタイルを今でも採用しているとどうしてもですね今の雰囲気と合わなかったりだとか今のご自身の雰囲気と合わなかったりするので、定期的にファッションっていうものもアップデートすることが大切だということ、ここはですね頭の片隅に置いていただければなと思っています。何もですねずっとトレンドを追う必要はないので、あくまで 3,4 年ぐらいしたらやっぱりですね服というのはくたびれてくるので、買い替えのタイミングでいいので今のトレンド感というところを活かしながら新たなファッションというものをですね取り入れていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてベーシックで使いやすいアイテムですとかコーディネートについてどんどん解説をしていきたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。